They're just hilarious. Great show. Good show. Good show. My favorite show. MK Pangaea. Pangaea. FMK パンゲアおきの皆さん、マッキーさん、中華さん、こんにちは。 We are Survive Set Prophet ボーカルによしです。ベースの雄大です。我々、はい、1月15日にニューアルバム、うん、Inside Your Head をリリースさせていただきました。ありがとうございます。ようやくリリースさせていただきましたね。長く待ってたよタグだってさ、うん、実際これアルバムの曲ができてから、うん、結構経ってんだよね。結構経ってスペーシスが出たっつって言ってさ、一個前のアルバム、前作のアルバムが出たっつって言って、それでもすげえ時間がかかってるように感じたけど、うん、スペーシス終わってた時にもうInside Your Head終わってたからね。素晴らしいね。倍だよね。素晴らしい制作スピードだったよ。あれは早く届けたいです。僕らにとってはね、うん、もう1年以上寝かせたからね。そうね、うん、なんで寝かしたかを考えてほしいね。そうだね、聞く人には。しっかりそのキープしてた分、出てくるものはインパクトがあるんじゃないかなと。そうですね、僕ら自信満々で思っているんですけれども、まあもちろん雄大さん、うん、あのアルバムを出すということは、はい、恒例の、うん、インサイジョーヘッドツアーですかね。もちろんですよ。ありがとうございます。今回もご用意しておりますよ。ありがとうございます。ライブ好きでしょ、よしさん。だいもうライブしかしたくないです。九州はね、今回ライブ2本決定しておりまして、はい、インサイドヨーヘッドツアー、はい、5月10日日曜日鹿児島 SR ホール、5月11日月曜日福岡ビートステーションで我々サバプロライブ行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。よしさん、熊本ね、はい、いろいろな、いろいろなことあったよね。熊本はあったよ。あったよ。事件が。あの先輩たちってやっぱさ、うん、言ってくるじゃん、熊本は難しいから、はい、その人たちが来るの難しいから、うん、心を強くしていけよってみんな言うじゃない、うん、もう全然予想外のパンパンのソールドアウトだね。ソールドアウトのなおかつあのどこから水が垂れてるか分かんないぐらいみんなの汗が充満してたという、うん、だってしかもさ、うん、あれアンコールは、はい、やれなかったじゃん。もうぶっ倒れてたじゃん。もう戻ってこれなかったもん、ね、人生初だったし。だしライブ中に服脱いでたよね。そう、普通脱がない、ね、俺絶対脱がないんだけど、やばかった。あれはでも本当にやばいっていうぐらい熊本のライブは暑かった。いやだからすごい楽しみだよね、また来るの。その暑さっていうものは多分日本のライブの中で一番とも言ってもおかしくないぐらいの日だったよ ね、 ね、あれはね、過去一番だったかもしれないですね。はい、はい、それをまた体験しに我々は戻ってくるので、はい、ぜひとも、まあ、5月10日5月11日、詳細は、ウェブサイト SNS、そちらの方で、ご覧できますので、ぜひとも確認してチェックしてやってください。よろしくお願いします。ではそれでは最後にこの曲をお聴きください。 Ladies and gentlemen, the song is called Your Head。 サバイブセットザプロフェットのボーカルのヨシとベースのユダイでした。バイバイ。ありがとう。They're just hilarious. Great show. Good show. Good show. My favorite show. MK Pangaea. Pangaea. FMK パンギアおきの皆さん、マッキーさん、中華さん、こんにちは。 We are Survive Set Prophet ボーカルによしです。ベースの雄大です。我々、はい、1月15日にニューアルバム、うん、Inside Your Head をリリースさせていただきました。ありがとうございます。ようやくリリースさせていただきましたね。長く待ってたよタグだってさ、うん、実際これアルバムの曲ができてから、うん、結構経ってんだよね。結構経って、ね、スペーシスが出たっつって言ってさ、一個前のアルバム、前作のアルバムが出たっつって言って、それでもすげえ時間がかかってるように感じたけど、うん、スペーシス終わってた時にもうInside Your Head終わってたからね。素晴らしいね。倍だよね。素晴らしい制作スピードだったよ。あれは早く届けたいです。僕らにとってはね、うん、もう1年以上寝かせたからね。そうね、うん、なんで寝かしたかを考えてほしいね。そうだね、聞く人には。しっかりそのキープしてた分、出てくるものはインパクトがあるんじゃないかなと。そうですね、僕ら自信満々で思っているんですけれども、まあもちろん雄大さん、うん、あのアルバムを出すということは、はい、恒例の、うん、インサイジョーヘッドツアーですかね。もちろんですよ。ありがとうございます。今回もご用意しておりますよ。ありがとうございます。ライブ好きでしょ、よしさん。もうライブしかしたくないです。九州はね、今回ライブ2本決定しておりまして、はい、インサイドヨーヘッドツアー、はい、5月10日日曜日鹿児島 SR ホール、5月11日月曜日福岡ビートステーションで我々サバプロライブ行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。よしさん、熊本ね、はい、
いろいろな、いろいろなことあったよ、ね、熊本はあったよ、あったよ、事件が。あの先輩たちってやっぱさ、うん、言ってくるじゃん、熊本は難しいから、はい、その人たちが来るの難しいから、うん、心を強くしていけよってみんな言うじゃない、うん、もう全然予想外のパンパンのソールドアウトだったね、ソールドアウトの。なおかつあのどこから水が垂れてるか分かんないぐらいみんなの汗が充満してたという、うん、だってしかもさ、うん、あれアンコールはやれなかったじゃん、はい、もうぶっ倒れてたじゃん、もう戻ってこれなかったもん、ね、あれ人生初だったし、だしライブ中に服脱いでたよね、そう普通脱がない、ね、俺絶対脱がないんだけどやばかった。あれはでも本当にやばいっていうぐらい熊本のライブは暑かった。いやだからすごい楽しみだよね、また来るの、その暑さっていうものは多分日本のライブの中で一番とも言ってもおかしくないぐらいの日だったよ ね、 ね、あれはね過去一番だったかもしれないですね、はいはい、それをまた体験しに我々は戻ってくるので、はい、ぜひとも、まあ、5月10日5月11日、詳細は、ウェブサイト SNS、そちらの方で、ご覧できますのでぜひとも確認してチェックしてやってください。よろしくお願いします。ではそれでは最後にこの曲を聴きください。 Ladies and gentlemen, the song is called Your Head。 サバイブセッドザプロフェットのボーカルのヨシとベースのユダイでした。バイバイ、ありがとう。